菊池克人と佐々木千秋の言霊アラカルト。皆さんこんにちは、菊池克人です。いよいよ新年号、新元号か、はい、令和ですね。始まりましたね。まだ11日しか経ってないよね、はい。皆さん戸惑いとかありませんでしたか？千秋さんいかがですか？はい、パソコンとか携帯電話とかで、はい、令和って今までだったらこう平成って入れたら絶対に予測変換で平って入れたら、ね、成までついてきてないんですけど、この令和っていうのはまだね、出てちょっと一瞬ちょっと考えてしまうほどまだ慣れておりませんね。まあ、今パソコンが勉強してる最中だね。あ、そうなんです ね。もう今一生懸命考えてますよ ね、うん、そうだね、本当にね。はい、はい、まあ30年ぐらい平成が続いたわけだけども、はい、僕にとっては非常に思い出深いことがもういくつもありました。で、3つ4つ以上あるんだけども、はい、まあ、時間も関係あるんでね、はい、3つぐらい言うとね、はい、1つはやっぱり僕はゼネコンにいた時代から元年に、金融機関銀行に転職してるんですよ、はい、元年に。それから30年経ったんだけども、はい、その間にやっぱり独立を今から6年前にしてるので、銀行勤めた後違う会社行ってその後独立して、これも30年間の中にやってるわけですよ、はい。その中でまた息子も結婚してて新しい家族ができたという、はい、いやなんか孫が2人できちゃってさ、うん、いやだからそういうね、はい、面白い時期だったなって思います、つくづく。うん、30年間っていうのはまあそうやってあっという間に過ぎたなって感じがしますね。30年ってそうですね、平成の言葉でね、30って数えるのはあっという間なんですけど、いろんな出来事ね、ありますよね。大きな変革がありましたね。なるほど。うん、私はですね、うん、まあ、本当に平成がもう本当にメインとなるというか、うんうん、はい、平成をもう基本的に生きたと思っておりまして、はい、まあ、小さい頃の記憶はあまりないのでね、昭和生まれなんですが、平成という、まあ、この時代、うん、まあ、三大事件挙げるのであれば、ここは最近のことが結構多いかなと思うんですが、うんうん、まずテレビ、うん、そして映画で、うん、女優の足立由美さんを見て憧れた、これが平成の、はい、まず私の原点といいますか、これが一つ目です、うん。そして、まあ、足立由美さんに憧れ女優になりたいと思い、うんうん、そして今ここでですね、こういうラジオをやらせていただいたり、うんうん、お芝居やらせていただいたりとかしておりますので、それが2個目の事件です、私の中では。そうだよな、はい、希望してるところに来たんだもんな。そうなんです、すごいよねそれだけでもありがたいことですね、うん。そして3つ目、もうこれ大事件です私の中で、はい、憧れていた足立由美さんと共演させていただく機会をいただいた、うん、共演だもんな、はい、もうこれはもう間違いなく私の中で大事件でしたね。いや、そうでしょう。いや、はい、おめでとうございます、素晴らしい。ありがとうございます、素晴らしいと思うよ、はい、もう本当にね、これからもね、うん、新しい、ね、時代もさらにね頑張っていきたいなというふうに感じております。いや、素晴らしいですね、はい。さて、それでは改めまして、うん、言霊アラカルト、はい、この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんと、セリフを話すという職業についております私、女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。一つの言葉の使い方で意味や相手への印象、そして自分も含めたその言葉の持つ力、魔法が脳のプログラミングも変えてしまう可能性があるということについて、はい、伺ってまいりましたが、はい、はい、今回はどのような内容になりますでしょうか。はい、前回もちょっとお話ししたんだけど、はい、なぜっていう言葉、でこれって結構相手を責める言葉だよっていうことをちょっとお話したんだけども、はい、だから特に夫婦喧嘩なんかで、なぜあなたこうなの、あるいはなぜお前こうなんだよって言った時に相手は責められてると思うわけですよ、はい、でも聞いてる方は、はい、いやいや理由聞いてるだけでさ、別に責めてないよって言ったとしても、相手が、はい、だってこうだもんあだもんって始まると、いやだから理由を聞いてるだけじゃないか、はい、なぜだよ、ね、責められてると思ってる方と単に理由を聞いてるだけと思ってる、はい、ミスマッチが生まれてくるわけだよな。そうですよね。で、責められると思うとさ、バッと強く言うじゃない、はい、防衛するために、
売り言葉に買い言葉になるわけだよ。でこれは前回ちょっと話をしたことで、はい、なんかつまんないねっていうことで、うん、じゃあどう言えばいいの、ね、次からどうしたらいいんだろうねっていうことを双方で言えばなぜじゃないんだよね。そうなんですよ ね、 ね、なぜって難しいねっていうお話をね、あのいろいろな例とともにあのお話ねエピソードをいただきましたけれども、で今日はそれとはまた違うなぜなんです、はい、楽しみです。なぜっていろんな言葉の意味があって、はい、あの簡単に言うと、はい、焦点をずらす意味があるんです。まあ効果があるっていうかね、焦点をずらす、焦点をずらす、うんうん、要は焦点をずらして前提をすり込んでしまうってことなんですが、はい、これ例を言ったのが分かりやすいと思います、はい、簡単に言うとね、これ有名な本で沢田系はなぜ潰れないのかって本があったのを覚えてます？はい、覚えておりますね。あるいは例えばね、なぜ Facebook を使うと儲かるのかっていう表現があるとするじゃない、はい、あるいは例えばね、あなたがね、はいはい、なぜ私と付き合う男は出世すると思うっていう言い方もあるわけだよ。あ、はい、要はこれ全部なぜから始まってるんだけど、そうです、ね、最初に言ったなぜ沢田家が潰れないのかって言った時に、はい、みんなはっきり言って沢田家さんの商売そのものについて、はい、まああまり考えてないんだけども、はい、潰れないんだと思った次になぜだろうってそっちへ行っちゃうんです。だから焦点は本当に潰れないんですかってことが焦点じゃない、まず最初に考えるべきものは。そうですね、もうそれを飛び越して、はい、どうして潰れないの、その理由を知りたくなる。なるほど、これが焦点をずらす効果があるってことなんですよ。だからなぜ Facebook を使うと儲かるのかっていう話も、はい、さっきの2つ目の例ね、はい、Facebook 使うと儲かるんですかって質問ができにくい環境があるわけですよ。もう確かに Facebook 使うと儲かるらしいよっていうことを前提としてこれを飲み込ませちゃうわけですよ、はい、なぜだと思うってやることによって、はい、Facebook 使うと儲かるよっていう前提を飲み込ませてるでしょ。そうですね、無意識の中でテクニックだよね、一つのね。そうですね、要はこの場合で言えば前提が、はい、Facebook を使うと儲かるよっていう前提になったわけですよ、はい、でこれをそのままスルッと飲み込ませてるわけですよ、はい、でなんでだと思う、実はさって言うと、もう儲かることを前提にした会話じゃない。そうですね、もう相手も知っている体のお話の流れになる、ね、それを認めてる自分がいる、要は前提を認めてる自分がいるわけでしょ、はい、でそれをうまくやる方法でもある、まあ、うまくやるって言い方は変だけどさ、要は前提を刷り込む方法なんですよ、なぜという言葉を使うことによって。だから3つ目の、はい、なぜね私と付き合う男性はね、はい、出世すると思うって言ったらさ、はい、その時に、まあ、本当かよっていう、もう質問がしにくい状態になっちゃうわけですよ。前提は私と付き合うとみんな出世するんだってことが前提になっていて、はい、ねえねえどうしたと思うっていうことになるわけだよ。そうするとさ、一番大事なところを飛び越してどうしたと思うって方に話が移ってるじゃない。確かにその人はその出世する、まあ、彼氏さんの、まあ、彼女さんの話は今こう飛び越えましたよね。ね、はい、要は焦点をずらすんですよ。あ、確かにそうですね。したがって誘導されやすいんですよ、これ分かってないと。だから触れたくない問題のその次に話を持ってきたいときは、なぜで始まるとその前提を刷り込んだ上でその次の話に移っていくっていうかさ、ずるいよね、やり方がね、これね。確かにそうですね。例えばある商品を持ってきて、これさ、なぜ体にいいか分かるって言ったらさ、もうこの商品で体にいいよって前提を刷り込んでるじゃん。そうですね、あのなんでか体にいいかなんてちょっとね愚問なんじゃないかって思ってしまいますもんね。でこれ体にいいのって質問できないんだよ。できないです。できないです。そうでしょ。その空気は難しいですね。はい、だからこのようになぜって言葉は非常に怖い言葉なんです。本当ですね。これまだなぜっていう言葉は他にもあるので、はい、え、まだあるんですか。まだあるんです、怖い、なぜってすごい効果があるんだけど、残念なのはさ、やっぱり国語っていう教科ではさ、はい、いや理由を聞いてるんですよとしか言わないわけですよ。うん、なぜって理由を聞くものでしょって、はい、今言ってる内容って教えないじゃない。教えないです。でもみんな使ってんだよ。はい当たり前に使っておりますね。でもこれがこうやって解説聞いて、はい、いや確かにそうだなと思うと、うん、もちろんこれを悪用する人もいるかもしれないけども、うん、自分が引っかかんなくなるよね。そうですね。あ、前提すり込んでるじゃんって分かってくると、はい、質問いいですか、今ので言えば Facebook からどんどん儲かるんですかって質問をするやつになるわけだよ。
そうなんですよ、うん、例えばそれはもう正しいんですよ、正しいと思うんですけど、なんとなくこう空気感的に、そう、今この質問って思っちゃう、ね、もう怖いですよ、だから強引にわーっていく人はこれを結構やったりしてるので、この仕組みが分かる人はいいですか質問とか言ってもう一回戻すような質問ができるんだよ。わすごい、これすごい嫌な質問なの、これ使ってる人にとってみると。あ、確かに、だってそれは飛び越えてその先の話したいんだから。そうですよね、うん、まあそういうね言葉の、まあ、僕はマジックって言ってるんだけど、はい、やっぱあるよねってことなんだよね。本当ですね、こう意識に使われてますし、まあ、自分自身ももしかしたらどっかで使ってるのかもしれないというふうに、ね、使ってるかもしれません ね思っちゃいましたけれども、もうこの、ね、なぜっていうのは本当にいろんな意味合いを持つんだなという、はい、まあ、いろんな側面が見えてきたなという。あの次回もこの続きで、はい、もう一個また全く違うなぜの使い方をお話ししますね。もう楽しみにしております、はい、ありがとうございます。さあ菊池さんの説明をですねもう一度聞き直したいという方はですね、この番組放送終了後約1週間程度で YouTube に言霊アラカルト再編集映像配信版としてアップされますので、アルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトと検索をしていただきまして、ぜひ改めてご覧いただければと思います。なおですね、このコーナーでの菊池さんからのアドバイスなんですが、あくまで情報提供としてのものなので、一般的にこうよく使われる言葉とか表現から出てくるフレーズなので、聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉のその裏側にあるその人の意識を言葉から探って見極めていくことで、まあ、相手との、ね、より良いコミュニケーションに活用、ね、していただけるのではないかと思っております。そしてですね、これは他人ばかりではなくて自分自身を知ることにもつながっていくスキルなんですが、あくまで参考にするものであって断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。皆さんいかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さてこのコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回は小袋さんのわだちという曲を選ばせていただきました。はい、まあ、わだちっていう言葉、まあ、菊池さん聞いたことあります、うん、あります、あります、はい、私はですね、あの漢字が結構面白い字を書くなというふうに、どの字だっけ、あの車編に、うん、あの育むという字を書いて最後に何て言ったらいいんでしょうね、うん、こうシュッっていう字を書くんですけど、うんうん、はい、この意味私はちょっと知らなかったんですが、こう通った車が道に残した車輪の跡のことをわだちと言うんですね。なかなか日常生活で使う言葉ではなかったんですが、まあ、あのたまたまこういろいろ検索をしていたところ、この曲がなんとなくこう聞いていて自分の中でしっくりくるなと思ったのが、まあ、あの新しい時代、まあ、新しい年号になりましたよね。で、まあ、あの1秒ずつこう未来が今もね通り過ぎているという歌詞にすごく引っかかりまして、もう毎日毎日ね時代は進んでいるんだなというところ、うん、で、わだちさえもない道をただ進もうというね歌詞にもまた惹かれまして、ね、あの茨の道だけれども、ね、それを恐れず進んでいこうとい こう、ね、前向きな歌詞に私はすごくあの惹かれまして、今回この曲を選ばせていただきました。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはどういった方が書かれた字というのは伏せまして、まさに字だけを見ていただいて、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしております。はい、そしてですね、リスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前を、ご自分にお手紙を出すようにお書きいただきまして、 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、今回もですね、次回ゲストにお招きする方に予告編というわけではないんですが、うん、どんな方がゲストに来ていただけるのかということを筆跡分析の立場で、はいはい、あらかじめですね、はい、リスナーの方にもお伝えしておこうかなと思っております。ちなみに、ね、はい、今回ですね、その方に書いていただいた字は3文字で、
東京都です、うん、はい、日本の首都の東京都なんですが、東に京都の京という字、そして都と書いて東京都です、うんうんうん、では菊池さん、はい、今回の分析のポイントを交えながら解説をお願いいたします。はい、はい、まずですね、はい、この方、まあ、見てすぐ分かるのは、はい、東京都の東という字の、はい、あの頭の部分、いわゆるあの水平な線から上に突き出た部分ですね、はい、これは結構低いんですよ、この方は。お、低い字を、あのいわゆる頭が出てない字、はい、これが頭が出てない字というのは結構これを書く方たくさんいると思うんですが、自分が強いリーダーシップを取ってみんなを引っ張っていこうというよりも、はい、みんなでいい結果出そうよと、私に関わり合った人はみんなでいい結果出そうねっていう感覚がとても強い方で、はい、リーダーシップを無理やり取るというよりも、やっぱり優れた人の参謀役になりたいとか、そういう感覚が強い方が書く字と言われてるんですよね、はい、それと結構東京の京の字、はい、横線が長いんですよ。そうですね、うん、でこの横線長く書く人って、はい、これ全体のバランスから見ても相当長いんだけども、はい、あの横線長く書く人ってね、はい、あの自分の中に高い専門的なものとか、高いスキルとか、はい、そういったものをとっても大事にしている方と言われてるんですよ。うん、ある意味では職人さんの字って言われてるんだけども、はい、要はあのさっきと反対で組織の中で上に行くか行かないかじゃなくて、はい、この方はやっぱり自分の専門性を人からこう評価されるってことが最高に嬉しい人だろうなってことがよくわかりますね。うん、なるほど。東京都の小里編があと下長いですよね。下ザーッと下まで長いです。そうですね、結構長く書いていらっしゃいますね。はい、要は筆を離せないんですよ、この人は。うん、ね、一番最後の長い線が離せないわけだ、はい、ええ、これは一つのことに入り込むと最後までやるっていうところが結構強い感覚があるんです。自分では気がついてないかもしれません。もっと言うと、いやみんなそうじゃないのってことを考えて言うかもしれないけども、はい、結構これやるって言ったら決めてやるよっていうことが強い傾向がありますね。へえ。あの徳川家康はこれをものすごく長く書いたと言われてるんですよ。あ、そうなんですね。そうです。筆でずっと下まで書いてったと言われてるんだけども、はい、それぐらいやっぱり一つのことをこれって決めたら簡単にこう器用にさ、はい、右行ったり左行ったりってことはしない方ですね。はあ。だからそれに多分さっき言った2番目に言った専門性云々ってことがあるから、はい、まあそういう方向でやるの私はっていうのは、はい、まあ結構強い人かなって気がちょっとしますね。あ、なるほど。そことはちょっとつながってる部分もあるかもしれないですね。うん、つながってるかもね。はい、だから辺と作りの間が結構空いてるんですよ、はい、東京都の都で見れば分かるよね、はい、これが空いてる方ってあの先入観なく人の話が聞けたりするんです。あー、間がっていうか間が空いてる。あのこれをもっと開けて書く人もいるんだけども、はい、これ空いてるとさ結構間が抜けた字に見えることもあるんだよ。間が抜けた字に見えるんだけど、はい、でも本人は別に間が抜けてるわけじゃなくてこの部分って何を言ってるかというと、はい、自分の心の広さを出してると言われてるんですよ、はい、広ければ広いほど心が広いね、いわゆる人の話が聞けるね、先入観なく。だから、はい、例えばこれが逆に狭い人って、はい、それってこういうもんだろうみたいなことで人の話を最初から聞かないとかね、ああ自分とは違う考えだねとか言って、はい、もう鼻から聞く気がないとかっていうのもあるんですよ。あ、そうなんですね。ただそれも狭いから悪いんじゃなくて、はい、逆にその人はとっても強い意志とか何かこだわりがあって、うん、それ以外は嫌だよっていうのを出してる場合もあるんです。あ、でこれが広い人は、はい、自分の中にこだわりがないわけじゃないんだけども、聞けるってことです。うん、なんでそう思うの、え、どうしてそういうふうに考えるのってことが結構素直に聞けるところを持ってるので、はい、だからこの字を書く人ってその部分はみんなそうでしょうじゃなくて、はい、どうやって生かそうかって考えると世の中では結構生かせる場がたくさんあると思いますね。うーん、やっぱりね、人の意見を聞けよって言われても聞けない人たくさんいるでしょ。この人は結構当たり前に聞ける部分を持ってるんですよ。あ、なるほど。うん、ただそのことを自分が気がついてないと、はい、みんなそうでしょうねって言っちゃうとさ伸ばしようがないじゃない。そうですね、そうなったらもったいないんだよね、はい、っていうのが分かるかな。 あとは、はい、東京都の都も京都の京も、はい、都東京都の都も、はい、あの日っていう字、あるいは東京都の京の口っていう字の、はい、右側が丸いでしょ。そうですね、角っと角が、うん、角をカクッと書くところがみんな丸いんですよ、はい、この人本当だ、ね、はい、この部分って一つの行動の傾向を出すと言われていて、いや丸く書くってもともとはさ
角張って教わってるじゃない、はい、そうでしょ、はい、なんで丸く書くのってことなんだよ、うん、不思議です。この部分って行動を表していて、はい、まあいろいろいいんじゃない別にっていう感じですよ。行動は柔軟だと言われてるんです。ああそうなんですね、うん、だからあれもいいじゃんこれもいいじゃんやってみようやってみようみたいなところがあって、はい、臨機応変に結構対応したりするへということがあるので、はい、なんていうのかな非常に行動的で、はい、かつ柔軟に対応する方だなっていうことが、まあ、見えると思います。うーん実際には表から見るとそういうふうに見えると思います。なるほど。で専門性も高いし そうですよね、それを元にして、はい、どんどんこう人の話も聞きながら柔軟に行動する、はい、いろんな可能性に応じて、まあ、器用に、まあ、やるわけだ、はい、でもその中にあるものは一種の自分の中にいやこれ自分でやることにしたからっていうことを持ってる人ですね。うんそのバックには自分の専門性を持ってると、はいまあ、そんな感じかなこれから分かるのは。なるほど、まあ、いくつも他にもあるんだけど、はい、全部これ言ってもさ分かりにくいから一応5つぐらいで今日はお話をしたいんですよろしいですかね、はいはい、いやもうなんか面白いですね、次回お会いしたい ね楽しみですよねもう本当に私が今こう菊池さんの解析、まあ、分析を聞きながら思ったんですがとてもね、うん専門性をみんなとこう一緒に楽しんでるのかなこの方もしかしたらっていう風な感じがしましたので皆さん次回のゲストさんはですね専門性をみんなと一緒に楽しもうとしていらっしゃる方ではないかと思います。お楽しみにしていてください、はい、以上字は体を表すのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルトいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか？いや、いろんな話を聞きながらしながら、ね、平成が変わってさ、ね、令和になってさ、なんか時間あっという間に過ぎましたね。本当ですね。なんだかちょっと平成から令和、そしてね、もうね、はい、そして次回のゲストさんはどんな方だろうというね。パパパッと話が進んじゃったね。はい。でもなんかちょっと時代を感じながら今回はちょっとね、本当にそうだねっていう感じがしましたけれどもね、なんだかこう楽しみですね。新しい、いや本当そう思う、ね、皆さん、うん、皆さんもそうでしょうけど本当にすごくワクワクするなというのが正直な私たちの、うん、私たちというか私の意見です。1ヶ月過ぎ2ヶ月過ぎ、ねはい、半年過ぎ1年過ぎって時に、はい、令和って言葉が多分みんなのこう記憶に普通に残ってくるようになるよね。そうでしょうね。まだ慣れないもんね、はい、11日しかやってないからさ。そうですよね、うん。これからこう当たり前に電話という言葉がね、うん、出回るんですもん ね、うん、はい、いやもうなんか本当に素晴らしい時に入れたなと思います、はい、すごくいい経験というか、うん、いい体験させてもらってます、はい、そう思います、はい、ではこの番組へのご意見ご質問ご感想などもお便りの方お送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまたお耳にかかりましょう。